主人来たての予算と確かな腕で緊張でも評判の娘、そんな彼女の悩み事は愛するあの人の浮気症、私というものがありながら家に帰って気がしない、だけど仕事は頑張らない、日常踊りであの人見かけた、隣の女は言いたい、誰、赤い着物がよく似合う美しい女と仲むずまじく歩く、その姿こらえきれず、その場所をすぐ離れたの、だけど仕事は頑張らない、街は何やら不穏な空気、何か事件が起こったらしい、橋の前であの人見かけた、隣の女は言いたい、誰、落ち込んだ様子のあの人に寄り添う髪の綺麗な女、緑の美化とても似合うわ、にわかに騒ぎ始めた、再び事件が新しい、かんざし屋であの人見かけた、隣の女は言いたい、誰、年端もいかぬ女の子に黄色いかんざし買い与えて、一体何をしようというの、街中が大騒ぎ、今度は男が殺された、これで家族4人か全て何者かに殺された、
の人。